ウィニーをめぐっては利用者の男性2人が映画ソフトなどを違法に公開したとして逮捕され、開発者で東大大学院の助手だった金子勇被告がネット上で無料提供を続けた行為が2人の犯罪を幇助した罪に問われていました。裁判で検察は金子被告が違法利用を蔓延させる目的で開発・配布したと懲役1年を求刑。一方、金子被告側は技術を検証するためネットに公開しただけと無罪を主張していました。今日の判決で京都地裁は、まず利用者が悪用した際に開発者が責任を問われる基準として社会での利用状況や提供する際の開発者の考え方によるとした上で、金子被告は社会での違法利用の状況を知り、しかもネット業界を変えたいという意思を持って公開したと認定、弊害を顧みることなく公開を続けたのは無責任として罰金150万円の有罪判決を言い渡しました。判決に関してはちょっと残念だと思っています。技術開発に関して非常に足止めになってしまうというふうに思っています。弁護側は控訴する方針です。